富山監督の足立亮です。普段応援してくださってるファンやサポーターの皆さん、本当にいつも応援ありがとうございます。今日はファン館ということで350人ほどの人たちが参加していただいて、非常に楽しい時間でした。これから約1ヶ月中断期間に入りますが、その期間に、もう一度ハードなトレーニングをして、必ずもうワンステップレベルの高いチームに仕上げてきますので、後半戦の戦いもぜひスタジアムに来て応援してください。よろしくお願いします。